ね。僕らはちゃんとね前日に読み合わせもして。そうですよ。違う、ていうかさ、昨日ね夜家に来てさ泊まってったんだよ。そうですね、そうです。はい、我々ソリッツ泊まりました、ね、お泊まり会、江口県に合宿。いや、みんなで泊まってね、本当に、うん、すごい楽しかった。いや、そこでさ、酔っ払ってさ、だからどっちが言い出したっけ、花子だっけ、相馬だっけ、どっちだっけ言い出したの。いや、相馬、あの読み合わせしようみたいな。相馬は僕ですよね。台本出して読み合わせするよ。そんな、いや、そんな感じ。2ページからみたいな。そうそうそう、結構みんなベロンベロンだったのに。そうね、読み合わせ始めたもんだから。あのね、ひどかったよね。ひどいですね。アドリブ合戦がひどい。一回も戻ってこないっていう。ちょっと想像したくないですもんね、ちょっとその家の。あ、まだ3ページなんだみたいな。そう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 、途中からって記憶がないもん。もうすごかったですよ。酒のせいですけどね、酔いすぎだった。まあでもね、最終的にはね、はい、起こしますよっていうことが前提でしたから僕が、うんうん、はい、本当にね、起こしてくれて、はい、だって、しかも最後、散々ね、みんなで飲んで、ワイワイした後に、あ、じゃあそろそろ寝るかつって寝ようとしたら、相馬が、あ、じゃあ僕帰りますみたいな。確かにベッドは一つしかないが、みたいな。いや、僕、自分のベッドで寝たい。大丈夫です、みたいな。大丈夫です。僕、自分ちのベッドで寝るんです。一方、その頃、花江くんは、そのダメになるソファーで、ズーンってこう、そう、どんなに、もう寝てる。どんなに起こしても、ライアクライアでケツドラムしても、いや、本当にひどい。全然起きない。本当にひどい。その動画、楽屋で見るのやめてもらって。ですよ。ずーっと梅ちゃんがさ、梅ちゃんがずっとその動画見てる。元気になるの、元気になるんだよ。遠くからパシ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 って本当にあれ音だけが聞こえてくる動画を流すのやめてください。全く記憶にない。むしろボソッとね、元気だそって言いながら。そうそう、よし元気になるか、元気になる。だってそのね、お尻の写真を今 LINE グループのアイコンにしてる。ひどい。だからさ、トーク履歴見るたび自分のお尻をさこう見てることになる。やばすぎ、やばすぎ。ねえ、それでまあ花江くんが寝ちゃったから、じゃあ俺たち寝るかっつってね。そうですね、僕と江口さんはベッドで、ベッドで寝ましたよ。おやおやおや、すごかった。俺、いびき大きいけどごめんねって言って、いや、大丈夫ですっつって。朝一、うん、パン一の江口さんに起こされる。ちょっとこれはこれ違う違う、どういうことなんや。風呂上がりだったから暑いじゃん。で、まあ起きたばかりだから喉渇いてるだろうなと思って水を持って、おい、埋めたや埋めたや、起きな、埋めたや。確かにスヌーズ機能めっちゃ使ってたもん。もう5回ぐらいなってたもん。全然起きない、うん、そう、ある意味ね。でもなんかぐっすり寝ていただいたようで、うん、いや本当にすごいありがたいですね。楽しかったですね。はい、楽しかったですね、はい、っていう感じですね。